この後は11レース準決勝戦の試走です。このレースも主導権は川口オートレースイメージガールなのかちゃんです。それでは3つ目の準決勝戦11レースメンバーご紹介いたします。0メートルのオープン戦です。1号車辻大樹、飯塚。2号車早川聖太郎、伊勢崎。3号車佐藤孝也、浜松。4号車田村二郎、伊勢崎。5号車佐藤雄二、川口。6号車浦田慎介、飯塚。7号車永井大輔、川口。8号車前田潤、山陽。以上の8名による11レースの準決勝戦です。では11レースの人をご覧ください。3つ目の準決勝戦第11レースです。ここには今シリーズ3連勝無傷の3連勝永井大輔選手登場となります。昨日の上がりタイム413となっていました。そして6号車浦田慎介選手は初日に勝利がありますが、その後は2着6着の成績です。第10レースの浦田慎介 3.35、 7号車永井大輔 3.30、8号車前田潤 3.34。 繰り返しお伝えします。1号車 3.34、 2号車 3.32、 3号車 3.31、 4号車 3.32、 5号車 3.33、 6号車 3.35、 7号車 3.30、 8号車 3.34。 なお総ロンドは21度です。11レースの試走でした。11レースは0メートルのオープン戦。1号車辻選手は今シリーズハンデ10後ろになっています。以上11レースハンデ1でした。11レースの締め切りは午後8時10分、発走予定午後8時13分です。当初の予定からは10分ずつ大幅な変更となっています。どうぞご注意ください。19時29分現在は天候曇り、気温21度、ソーロンドも21度、プチソーロ風速1メートルで、湿度はさあ3つ目の準決勝戦11レース現在は永井選手から売れています。その永井選手、試走は1番タイム、7号車 3.30 が出ています。2番タイムは3号車佐藤孝也選手の 3.31、 3番タイム 3.32 は2号車早川選手と4号車田村選手 3.32 です。では、思想振り返りましょう。さあどうでしょうか、はい、良し悪し目立ったところ。そうですね、大体同じぐらいの動きでしたけどね。3号車の佐藤選手、はい、ちょっと詰まった感じしてましたからね、早川選手に対して、はい、
いいかなって感じ受けたんですよね、うん、その他の選手はどうですか、うん、あと他はだいたい同じぐらいですね。そうですか、はいはい、佐藤孝也選手、注目ということですね、オープン戦です。展開ボード見ていきましょう。スタートに関しては佐藤、その佐藤孝也選手と佐藤裕二選手、両佐藤、はい、そうですね、はいはい、が行きますね、がまずは行きそうと、はい、そして浦田選手がそこに乗っていく感じなんですかね。はい、あのスタートに関してはね、そうですね、切れてるみたいなコメントが出ていました、はい、いいね、そこに永井選手、はい、そして前田選手ですね、でやや遅れ気味なのが田村選手と早川選手、辻選手と、はい、はい、このようなスタート後の展開ですが、そこからどうなりそうですか。はい、ここからですね、やはりあの今節ね、だいぶエンジンがね良くなってきた永井選手が抜け出していきそうですね、はい、ということは高谷選手が引っ張り、はい、佐藤選手もついていきますけども、はい、永井選手が早めに捕まえるんじゃないですかね、はい、はい、さばいてきて先頭、そうですね、はい、そして佐藤高谷選手がまあ2番手くらいついていきそうな感じです。ということは、まあ、思想タイムの上位の2人が、ね、ワンツーかなと、はいはい、そしてですね、佐藤裕二選手もね、はい、3番手ぐらいなんとか残しそうですね。佐藤裕二選手のこの飛走タイムの上がり方というのがすごいですよね。そうですね、結構上がりましたね。 3-3 まで今日出してきました、うん、その粘りですね、はいはい、そしてですね、僕はこれちょっと今日浦田選手は苦しいのかなと見たんですよね。 3-5 の8番時計ですかね、はい、そうすると4号車の田村二郎選手がね、はい、上がってきそうですね。終盤になってさばいていきそうということですか。はい、はい、ということでこのような展開ボードとなりました。さあ今外ではですね、はい、走路内ではレーザーショーを行っています。カラーレーザーショー、昨日からですねこの9レース以降4つのレースで行われているレーザーショーなんですが、うん、音楽にね合わせてこういった綺麗な、まあ、レーザーが出ているんですけれども、うん、ちょうどこの川口はこの防壁があるので、うん、そこにちょうどスクリーンみたいになっていいですよね、うん、これ本当にいいアイディアですよね。そうですね、うんうん、これだけ大きな、ね、スペースありますから。そしてこれは走路を使って、うん、プロセクションマッピングではないけれども、なんだかそういった感じのね、はいはい、スクリーンに映し出されて、はい、本当に綺麗ですよね、はい、うん、どんどんグレードアップしていますね、毎回毎回。また音楽もついてますから、うん、非常にいい場内にねいらっしゃるお客様も結構カップルでね、はい、デートでここに来てる方も多いと思うので、こういったの見ると楽しいですよ ね、 ね、しかもあの場内照明落とされてますから、うん、さらに雰囲気がいいですよ ね、 そうですよね、まあ、ひとときのと言いますかね、うん、はい、まあ、こういった演出もでもいいかもしれません、うん、うね、もう本当に車検にこう熱中してね、はい、ちょっとこう、うん、パンクしそうなところで一 息、 そう一息で行きますからいいですよね、うん、はい、こちらは毎日、毎日と言いますが昨日からですね、はい、9レース以降4つのレースで行われているカラーレーザーショーでした、うん、7号車永井選手が一番人気となりました。第11レースです。さあいただきました応援メッセージ、早川選手です。どんな走路でも味方に、8周回早川くんの力強い走りをゴール線まで見せてくださいねと波熊さんからいただきました。佐藤孝也選手です。優勝へ向けてスタートバッチリ決めてゴールを駆け抜けてくださいと本庄市の吉谷さんから、それ以外にもたくさんのメッセージ皆様ありがとうございます。では11レース実況でお楽しみください。川口では初めてのナイター SG、 そしてショーンマフラーの SG も初めてとなっている今回の全日本選抜オートレース。明日の優勝戦すでに半分の椅子が埋まって迎えるカードは3つ目の準決勝戦11レースです。最内が辻大順、早川聖太郎、佐藤孝也、田村二郎、佐藤裕二、浦田慎介、永井大輔、前田順です。
ショーン・マフラーに苦しんできた永井大輔が今回は土つかずの3連勝。9年連続の SG 制覇へ向けて完全部位に王手をかけるのか永井。この8人の中で年末の舞台へポイントあるのは永井大輔のみというメンバー構成です。浦田は3号しそうながらそれでも人気上位です。永井の相手筆頭に押されたのは佐藤孝也、そして早川聖太郎。29期の2人の挑戦も楽しみな一戦です。 G1 レースの発走でございます。5秒を切りました。3秒前、3つ目の準決勝11レース、スタートしました。さあ注目のスタート、田村二郎か、2番の早川聖太郎だ。なんと早川聖太郎トップスタート、そして永井がかわしていく。現在永井は2番手争いの大外。さあこのまくり決まるのか、永井が軽々まくるのか。1番の辻も抵抗する。おっと辻と永井競り合ったが、それでも永井が前に出たか。永井2番手上がりました。1番の辻が3番手となっています。先頭は2番の早川聖太郎。2012年2月山陽の全日本選抜以来、久々の SG ファイナルへ、まずは見事なスタートを決めていった早川聖太郎です。しかし永井が2番手、この辺りはじっくりと2番の早川を見ながらの競争になっています。1番の辻3番手、まずはこの3人が後続を引き離しています。さあ永井早くも蹴りをつけるか。早川聖太郎もスピードは持っているんですが難なく捉えました。永井が先頭、永井先頭です。2番手交代、早川聖太郎。しかし早川2番手はこれはキープできそうか。まだ3番手以下は差が広がっている。1番の辻3番手、その後3番の佐藤孝也。佐藤孝也も今日は思想の気配は良好。ここから追い上げはどこまで効くのか。辻の後ろ3番の佐藤孝也、そして4番田村二郎と続いています。前の2人抜けている。ここで3番手佐藤孝也が上がった。しかし前同期の早川の背中はだいぶ遠くにあります。ここから2番手浮上はかなり厳しいか。残りは3周回となります。先頭7番の永井、そして2番手が早川聖太郎。早川も懸命に永井の背中を追っています。3番手3番の佐藤孝也、ここからは厳しいか。佐藤孝也、その後1番の辻大樹、4番の田村と続いています。序盤戦から2人抜け出しましたが、永井が早川を序盤戦で捉えて徐々にリードを広げています。残り2周切りました。ショーン・マフラーに苦しんできた永井大輔、しかしこの SG の舞台で答えを導き出しました。ここはリードを広げています。しかも完全部位に王手をかけます。残り1周回ブルーフラッグ。2番手が早川聖太郎。早川も久々の SG ファイナルの舞台が見えてきた。3番手が佐藤孝也。最後はだいぶ車間も縮めたんですが、それでもここまでがいっぱいです。永井大輔、9年連続の SG 優勝に王手をかける、完全部位にも王手をかける見事一着。2番手が早川。ショーン・マフラーの自信が確信に変わったか。永井2番手が早川聖太郎、3番手が佐藤孝也。ここは人気の3人で決まっています。完全部位に王手永井大輔、久々の SG ファイナル早川、佐藤孝也が惜しくも3番手。7番2番3番の入選順でした。これは誰でしょうか。7番2着2番3着3番以上でございました。11レースの確定です。11レースは1着7番永井大輔、2着2番早川聖太郎、3着3番佐藤孝也でした。1着になりました永井選手。競争タイムは3.383、これで通算959勝目となりました。永井選手おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式7番2番550円2番人気。2連勝複式2と7の組360円2番人気。3連勝単式7番2番3番1240円3番人気。3連勝複式2と3と7の組360円1番人気でした。その他の結果ご覧の通りです。いやー完全部位にも大手ですよ。そうですね、あれだけショーン・マフラーに組んでいた永井選手が383という上がりタイム、これもいいですよね。いいですね、はい、この後最終レースの時計もちょっと気になり始めましたけれどもね、見事な永井選手の勝利でした。4日連続の登場です永井選手。はい、いやひときわ大きな声援が飛んでいます。
4連勝。いや本人が今節入る前にこの4連勝を思い描けていたかどうか。そうですね、はい、もうショーマフラーは嫌だなって話はねそれ手出してましたよね、うん、もう不安なコメントしか私も前回されたりまで聞いていませんでしたから、ね、完全優勝がかかる中井選手です、はい、一度完全優勝してますね。2009年船橋でのそれも全日本選抜でした。あ、はい、2009年22回大会です、はい、またしても完全 V なるかどうか。これはちょっと近づいたと言ってもいいような時計も出てますからね、まあ、今日はそのエンジン封印も正解だったのかなという感じがいたします。そして早川選手も乗ってきました。これで気づけば伊勢崎の三強は皆乗ってきたということになりますね。いや本当ですね、これは伊勢崎場外も盛り上がっていると思います。さあ永井選手をまず先頭に入っていきました。4日連続のこの場所への登場となりました。4連勝、まあ当然の笑顔と言っていいでしょう。早川選手も久々ですからね、意外にも。そうなんですよね。明日はどんな戦いとなるでしょうか、はい、2012年の全日本選抜以来ということになりました。それでは2選手のインタビューをお聞きいただきましょう。準決勝戦見事1着に輝きました永井選手、そして2着で決めました早川選手にお越しいただきました。まずは永井選手よりお話を伺いましょう。どうぞ前へお越しください。1着おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦進出決めました。今のお気持ちいかがでしょうか。まあ、一番人気だったですし、まあ、まずはその期待に応えれてほっとしたのと、まあ、あとはまあ優勝戦久々にいい状態でね挑めるので、まあ、本当に嬉しいです。さあ今日のレース振り返りましょう。スタート切れましたね。レースの方いかがでしたか。そうですね、まあ、あの7枠やっぱり外枠遠いんですけど、まあ、今節スタート切れてなかったんですけども、いろいろ部品変えたり、して、まあ、今日はいいスタート切れたんで、まあ、本当に良かったです、はい、明日の優勝戦に向けてですね、何かこの後調整はされますか。もうタイヤが低いんで変えなきゃいけないんですけど、まあ、昨日のもいいですし、まあ、明日朝いろいろ当てて一番いいので行きたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。では永井選手少々お待ちいただきまして、続いて2着で優勝戦進出決めました早川聖太郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日同様スタートを切れましたね。そうですね、ちょっと自分らしくないスタートだったと思うんですけども、一生懸命切りました、はい、さあ今日のレースは振り返られてみてご自身でいかがでしたか。そうですね、もうスタートを切れたというのがもう一番の要因だと思います、はい、この後何か作業はされますか。そうですね、ちょっと永井さんに簡単にやられすぎなんでちょっと、はい、整備をちょっともう明日はいよいよ SG 優勝戦となります。意気込みをお願いします。はい、久しぶりの優勝戦ですけれども精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは再び永井選手にお越しいただきまして、永井選手明日 SG 優勝戦への意気込みをファンの皆様にお願いいたします。まあ完全優勝狙えるんで、9年連続も狙えるんで精一杯頑張りたいと思います。そこよろしくお願いします。ありがとうございました。第11レース1着となりました永井選手、そして2着に輝きました早川選手にお話を伺いました。おめでとうございます。アイドルが来たみたいなね、昨日のあの話に負けないぐらいな、そうですね、声援でしたよね。いやまあ永井選手も人気レーサーでして、はい、早川選手もこれ嬉しいという方多いと思いますよ。ですね、はい、こちらおなじみの横断幕ですけれども、まああのスピードをね明日思いっきり早川選手見せてほしいですよね、まあ、簡単に抜かれたところがちょっと気に食わないという話ね、早川選手出ていましたが、なんといってもあのスタート、いや素晴らしいスタートでしたね。連日いいスタート言ってますから、ね、これ明日もちょっと注目になってまいりました。さあそれでは12レースの準決勝戦、まっなっています。完全 V に王手永井大輔、久々の SG ファイナル早川、佐藤孝也が惜しくも3番手、7番2番3番の入線順でした。これは誰でしょうか。準レースの競が始まります。はい、川口オートレース、イメージガールのなのかちゃんとタイガーマスクによる思想戦道となります。では12レースのメンバーです。もちろん0メートルのオープン戦となります。
1号車大木光川口、2号車松尾博文山陽、3号車佐藤真也川口、4号車中村雅人川口、5号車伊藤信夫浜松、6号車内山隆秀伊勢崎、7号車荒尾聡飯塚、8号車谷津啓治伊勢崎、以上の8選手による12レースの準決勝戦です。では12レースの人をご覧ください。4つ目の準決勝戦の死闘が終了しました。ゼロメートルのオープン戦です。もちろん緊張する準決勝の舞台ではありますが、ちょっとね、思想戦道では思わず私たちも笑ってしまいました。そうですね、大体想像はつくんですけれども。そうですね、まあ、川口大都の支部長ですかね。どうでしょうかね。レースの準決勝戦は1号車大木光選手をはじめご覧の8名による0メートルのオープン戦です。残す椅子は2つということになりました。ご覧の対戦メンバー、地元は佐藤真也選手、中村雅人選手登場です。それではシーソータイムです。1号車大木光 3.33、 2号車松尾博文 3.32、 3号車佐藤真也 3.35、4号車中村雅人 3.32、 5号車伊藤信夫 3.32、 6号車内山隆秀 3.33、 7号車荒尾聡 3.31、 8号車谷津啓治 3.35。 繰り返しお伝えします。1号車 3.33、 2号車 3.32、 3号車 3.35、 4号車 3.32、5号車 3.32、 6号車 3.33、 7号車 3.31、 8号車 3.35。 なお総温度は21度です。12レースの出走でした。12レース0メートルのオープン戦、各選手ハンデの変更はありません。以上12レースハンデ1でした。最終レースの締め切りは午後8時48分、発走予定は午後8時51分です。当初の予定からは大幅な変更、11分ずつ変更となっています。ご注意ください。さあ、それでは12レースの準決勝戦、まず人気ですが中村選手に集まっています。ただ首都1番タイムは7号車荒尾選手となりました。 3.31 が出ています。2番タイムはその中村選手、4号車 3.32、さらに同じタイムを出しているのは2号車松尾選手、そして5号車の伊藤選手です。では思想を振り返っていきましょう。解説をいただきます。はい、ですね、ここもやはりあまり差がなかったですね。はい、はい、まあ、タイム見てもそんなに差がないですもんね。そうですね、はい、ハイレベルという感じですか。そうですね、
改めて見て発見する部分はどうでしょう。そうですね、だいたい一緒ですね。良くも悪くも、はい、あんまり変化ないような感じでしたね。そうですか、はい、さあとなってくるとよりスタートも大事になると思います。オープン戦展開ボード見ていきましょう。スタートは、はい、3号車の、ね、佐藤真也選手、連日ね、いいスタートを切ってますよね。ここもトップスタートですか、はい、ここもトップスタートでいけると思います、はい、そしてそれに今日はね、これ中村選手ね、乗っていけそうですよね。そうですか、はい、すぐに、はい、4番5番といけるんじゃないでしょうかね。伊藤信夫選手もいきますか、はい、そうですね、はい、そしてその次に荒尾選手、はい、荒尾選手今季あんまりスタートがね、良くないんですよね。今節のスタート、はい、目に見えていいっていう感じじゃなかったですけどね。ショーマグラのそのスタートに関してはまだつかめていないんでしょうかね。そうなんですかね、うん、なんかちょっとイマイチですね、はいはい、それでもこの位置までは来そうかなと、はいはい、そしてインコースから大木選手ですね、はい、大木選手、そして松尾選手、はい、内山選手、谷選手と、はい、こういう順番にしていただきましたが、はい、ここからはどうなりそうですか。はい、これからはですね、この中村選手が佐藤真也選手は早めにね、かわせそうですね。うん、はい、はい、そしてそれについて伊藤信夫選手も行きそうですね、はい、5号車、はい、でその外から荒尾選手7号車ですか、ええ、でインコースから大木選手がね、上がってきそうですね、はい、大木選手、はい、ということは真也選手スタート行くけどですか、スピードが足りない感じですね。あ、そうですか、うん、はい、ということで、まあ、最終的には4、5、7、1この辺りの争いになりそうですね、はい、はい、展開ボードでした。さて、これで5分前ということになりますね。ここまで鈴木圭一郎、青山、永井と勝ってますが、隣は中村選手かなというところもあるんですが、この時間はゲストコーナーです。田口さん、はい、さあそれではご紹介しましょう。お笑い芸人モノマネジャパンの皆さんです。本物が来てくださった、嬉しい。忙しいはずじゃないでしょうかね。さあさあ、それでは皆様自己紹介をお願いいたします。どうも、サッカー日本代表の長友佑都です。僕にとってこれを見ていただいている皆さんがアモーレです。どうも、サッカー日本代表香川真司です。こう見えて絶好調です。よろしくお願いします。どうも、サッカー日本代表宇佐美貴史です。ラン、スミレ、見てるか、すいません、妻と娘の名前言ってしまいました。テンション上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい、っていうか最終予選前にこんなとこ来てて大丈夫ですか。いやちょっとね、はい、練習をね抜け出して、はい、ちょっとこういったねオートレース、はい、僕ら好きなんでね、はい、走るっていうことが、はい、あ、やっぱり走るね、はい、共通してますね。何かピッチで、はい、その走り込みっていうのは活かせないかなと思って見たんですけども、はい、まあ次の試合から足にタイヤをつけて走りたいと思います。本当ですね、じゃあめちゃめちゃ強くなりそうですよね、はいはい、早いと思います、ね、はい、皆さんはですね、普段はサッカーをされてますけれども、オートレースは楽しんでらっしゃいますか。いや、もちろんですよ。はい、オートレース場は来たことあるんですか。まあ、正直に言うと、はい、今回が初めてです。初めて、はい、初めてです。すいません、あ、みんな初めてなんですね、はい、全員初めてです。なるほど、車検は買われたりとか、そのあたりはどうですか。もちろんですね。あ、もちろん。11レース買いました。買いました、はい、結果は。結果僕は背番号5番なんで、はい、5番にかけたんですけど、なるほど、ちょっと当たらなかったです。当たらなかった。香川さんは。僕背番号10番なんですけども、はい、なかったのでドルトムントの23番の2と3を変えましたね。なるほど。2と3だったらもう惜しくも勝った。惜しかった、すごい惜しかった。ゴールポストに当たりました、ね、なるほどね、はい、でもゴールはしなかったということで。ゴールはしなかったです。なるほどね。宇佐美さんは。僕も僕はちゃんと新聞を見まして、はい、ガチガチに7と6を買わせていただいたんですけども、少しそうですね、はい、永井さんは言ったんですけども、これが
惜しくもゴールならずという形で。なるほど、かなりやっぱり皆さんそのあたりはスポーツマンらしく本気モードでも行かれてる感じですね。そうでしたね。はい、はい、あとあの見てたりとかロッカー見学とかもされたみたいですけど、そのあたりはスポーツマンの皆さんにはどんな風に映りましたか。いや、 やっぱりロッカーがやっぱ個人的にやっぱその人の性格が出ますね、はい、好きなあのグラビアアイドルの人とか分かっちゃいましたから、まあ、個人的に言えないですけど、はい、なるほど、良かったです、はい、どうですか。そうですね、はい、選手がもう自分で整備してたので、うん、はい、すごいやっぱ皆さん努力してるなと、まあ、改めて感心しました、ね、うん、なるほど ね、はい、ね、あの準決勝ということでやっぱりそのあたり戦う姿勢は皆さんと似てるんじゃないですか。そうですね、うん、あの聞いた話によるとやっぱり2位に、はい、2位しか、そう2着までね、そうですよね、うん、なので、まあ、僕らもねアジア最終予選2位までしか行けないんで、はい、ちょっと3位になっちゃうとプレーオフになっちゃいます、ね、なるほど、かなり似てますね、はい、熱い気持ちになりました、はい、そうですね。さあ、それではですね、あの最後に皆さんにね、あの一言ずつメッセージをいただけますでしょうか。はい、10月16日にインテルで試合がありますので、よかったら皆さんミラノまで来てください。チケット余っています。はい、10月の11日にオーストラリア対日本代表戦があるので、はい、まあ、この中で唯一戦えるのは僕だけなんで、なんとか僕だけでもスタメンに入って、なんとか勝ち抜いていきたいと思います。ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、どうも、押見雄介です。本当にね、僕ギャンブル大好きなんですけども、本当にこの現地でしか味わえない興奮と熱気、これ最高ですね。皆さんぜひ川口オートレース場来てみんなで楽しみましょう。すいません、興奮しすぎて中の人出ました。はい、すいません、はい、ありがとうございました。モノマネジャパンの皆さんでした。どうもありがとうございました。そっくりでした。ただ後ろに日本元代表 の、 あの遠藤選手がいましたよね、うん、有吉選手かな。そうだねはいね、しっかりね見切れておりましたけれども、場内盛り上げてくれました。時間迫ってますね、お急ぎご投票ください。さあ最後はどんな戦いとなるのでしょう。まもなく発送です。たくさんのメッセージ届いています。佐藤真也選手です。明治のトップサード決めで久能一方大逃げ炸裂、決勝戦へ待ってますと宮赤のぶんぶんさんからいただきました。伊藤信夫選手です。白星でファイナルにガマイカーとじゃじゃ馬けいちゃんさんから。内山選手です。準決勝戦スタート速攻攻めまくって優勝戦に勝ち進んでくださいとカズさん。内山選手、優勝目指して頑張ってください。みんなで応援しています。内山隆秀選手、講演会一同さん。荒尾選手、飯塚魂でスタートいけよと筑豊目黒日記党さんからいただきました。皆様メッセージありがとうございます。それでは4つ目の準決勝戦第12レースです。実況でお楽しみください。平成28年熊本地震最遅延のギャンブル杯 SG 第30回全日本選抜オートレース、明日はいよいよ優勝戦も控えていますが、その椅子残すところあと2つとなりました。最後の準決勝戦です。大木光、松尾博文、佐藤真也、中村正人、伊藤信夫、内山隆秀、荒尾智、谷津啓司の8名です。ここまでは勝つべき選手が勝ってきた印象。最終レース一番人気は地元中村正人、ただ試走タイムで上回ったのは荒尾智。ここまでスタート一息も勝負のスタートを決めてくるでしょうか。12レースの発走でございます。伊藤信夫3番人気、3秒を切りました。最後の準決勝12レーススタートしました。
3番佐藤真弥が好スタートを切りました。今日もトップスタートが6番の内山好スタート、4番中村2番手をキープ、7番のアローが4番手になりました。アローをブロックしたのは6番の内山、そして2番の松尾博美、アローのインコースうまく入って4番手、インコースから1番の大木光の逆襲か、外を回って5番の伊藤のロスタート決まらず現在7番手、8番谷津が最後方、早くも中村が先頭に立ちました。容赦なくさばいていく4番の中村、佐藤真弥2番手の位置、内側から6番の内山が入ってまいりました。内山隆秀2番手へと上がっています。ここに来て調子が上がってきました内山隆秀、久々の SG ファイナルへ2番手へと上がっています。しかし松尾博文の気配も今日は良好、まだまだ松尾の動きも要注目。佐藤真弥今回 SG の準決勝5度目の挑戦でしたが4番手に交代、その後に荒尾です。荒尾は3、1の動きが出るのかどうか、この後現在5番手、その後5番の伊藤のも残り5周切りました。中村雅人のやはり独断場となったのか、内山2番手、そして2番の松尾博文、さあ松尾が内山の後ろ、2番手争いは26期同期の対決となってきたのか。荒尾は3、1の出走タイムながら現在4番手、まだちょっと差が広がっている荒尾であります。現在4番手、さあ2番手争いは内山かそれとも松尾博文か、同期の対決となりました。抜けている4番の中村、2番手内山かそれとも松尾か、松尾が内を救ってきた、並んできました、捉えました、2番の松尾、松尾博文が2番手上がりました。6番の内山惜しくも3番手に交代、同期の激しい攻防は2番の松尾に軍配か、内山がちょっと離されました、その後荒尾ですが4番手から伸びがありません。残り2周回の終盤戦です。中村雅人が堂々と先頭、全く危なげのない競争で抜け出しました。中村2番手は追い上げてまいりました、2番の松尾、3番手6番の内山でありますが、ちょっと内山のペースが落ちてきた。荒尾が3番手浮上になるかどうか、残り1周回のブルーフラッグを迎えています。これで中村は11連続 SG 優勝となりそうだ。これで499勝目、明日優勝となれば500勝目が優勝ということになりそうです。2番手松尾は2013年スーパースター王座決定戦以来の SG ファイナルとなりました。鈴木圭一郎、青山、長いとくればやはり中村雅人、2番手松尾博文、松尾も嬉しい久々の SG ファイナルということになったようです。同期の対決を制した松尾、3番手惜しくも内山隆秀、その後が荒尾でした。4番2番6番の入選順です。投票券は確定まではどうぞ大切にお持ちください。以上実況でお送りしました。白熱した準決勝戦でした。4つ目の準決勝戦、地元の中村選手決めてくれたようです。2着入選は2号車の松尾選手と見られています。スタート決めました佐藤真弥選手でした。ただ結果的には、最終的には5着入選かと思われます。12レース準決勝戦、これで全ての準決勝戦が終わりまして、これでファイナル進出する8名もどうやら決まったようです。まずはどんな戦いとなるでしょうか。今日以上の戦いを期待したいですね。確定をお知らせいたします。1着4番、2着2番、3着6番以上でございました。12レースの確定です。第12レース、1着4番中村雅人、2着2番松尾博文、3着6番内山隆秀でした。1着になりました中村選手、競争タイムは 3.378、 これで通算499勝目となりました。中村選手おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式4番2番1560円、6番人気、2連勝複式2と4の組1290円、4番人気、3連勝単式4番2番6番9870円、35番人気、3連勝複式2と4と6の組4060円、13番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。 2,3 着の2人が若干人気薄だったのでしょうかね、はい。中村選手は人気でしたが、まずまずの配当になりました。それにしても中村選手強かったですね。本当ですね。いやもう余裕してというか、うん、
余裕すら感じるようなレース内容、はい、すんなり2番手につけて小林選手をすぐ捉えて、はい、独走ですからね、うん、上がりも378、今日の一番時計、はい、まあ、永井選手も時計良かったんですけど、まあ、時間帯の、ね、違いはあれど、うん、378ですから、ね、早いですよ、これは、はい、この、ね、2人をどう比較するのかというのもね、うん、いやちょっと明日に向けてはこれはそうです、ね、考えどころも多いですね、まあ、この後枠番も決まると思うんですけれども、うん、はい、まあ、あとは松尾選手も褒めなければいけません。そうですね、頑張りましたよね、はい、だって松尾選手前回がショーンマフラー初めてでしたからね、うん、そうですね、2節目ですよ、うん、SG の優勝戦ということになりました。まあ、ここまでの輸出メンバーを見ていきますと、まあ、西日本飯塚山陽勢いませんでしたから、はい、そういった意味でもこの山陽の、ね、松尾選手の輸出は大きいですね、うん、西日本の皆さんも、ね、ぜひ松尾選手応援していただきたいと思います。中村選手登場です。中村選手のこの青い勝負服というのはイメージ皆さんどうですかね。やっぱり赤が多いですかね。ね、なんとなくイメージが、うん、うん、青のウィニングランというのはちょっとね新鮮味がある気もしますが、そうですね、はい、オープン戦だと1枠はあまり好きじゃないそうです。あ、そうですか、うん、包まれてしまうのでという話ですね。もしこういうふうに残っていたら2、3、4が埋まって1か5で残っていたら5は選ぶと、まあ、1か6で余っていたら1かなっていう話はしてましたけどそれぐらいなんですね、うん、という感じです。まあ、2、3、4が好きなのはね皆さんの方だと思いますけれども、はい、これは当然1着グループと2着グループでということですよ ね、はい、そうですね、1着グループで1から4枠までが埋まってという感じだと思いますね、はい、ですから、1着グループの、先行順位順に、ね、1から4の数字が入った箱から、うん、引いて、出た順番にはこう決められると。そうですね、はい、正人選手がまあ優勝してますから、前回ね、はい、なので正人選手から引いてってことですよね。ですよね、うん、で出た番号で選択する。その後に永井選手、高橋選手、早川選手の順ですね。あ、2着グループは、あ、ごめんなさい、はい、今ごめんなさい、順番にね、そうですね、通常の優先順位になっちゃいましたけど、はい、1着2着グループに分かれてのこの後はね、まあ、抽選選択ということになってまいります。さあ、中村選手登場です。これで3勝目ということになりました。松尾選手もこれはかなり嬉しいと思いますね。久々の SG ファイナルとなりました。それではインタビューです。まずは1着に輝きました中村選手にお話を伺いましょう。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちから伺いましょう。いや、気持ちいいですね。さあ、今日のレース序盤からトップでもう圧勝劇でしたけれども、いかがでしたか。いや、スタートあんなにいけると思ってなかったんで、はい、切れてよかったです。さあ、明日はいよいよ SG 優勝戦となります。この後何か作業はされますか。そうですね、レース後半ちょっと重さがあるので、まあ、セッティングをちょっと、明日の、まあ、練習しながらやりたいと思います。では本日のレース中村選手には少々お待ちいただきまして、続いて松尾選手にお話を伺いたいと思います。2着で優勝戦進出決めました松尾選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な追い上げでした。本日のレースいかがでしたか。自分なりにはすごい良かったです。さあ、今日いよいよ明日は SG 優勝戦となりますけれども、この後何か作業をされますか。もうちょっと羽だけ気になるので、タイヤだけしっかりして、あとは調整だけ先輩と相談して決めます。それでは明日優勝戦に向けて最後に一言お願いいたします。明日もいいレースできるよう精一杯頑張ります。応援してください。2着で優勝戦進出決めました松尾選手にお話を伺いました。それでは再び地元川口の中村選手にお越しいただきまして、明日はいよいよ優勝戦です。最後に意気込みをお願いいたします。はい、明日も全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。1着中村正人選手。さあ、それでは先ほどの12レース振り返っていきましょう。準決勝
12レーススタートしました。はい、佐藤真也選手がね、はい、やはりスタート行きましたね。それにやはり4号車中村選手うまく乗っていきましたよね。まあ思ったより切れたとは言っていましたが、はいね、ただやはり中村選手は勝負どころのスタートがさすがですから ね、うん、ね。内山選手も好位置につけました、はい、いいスタートしましたよね、はい、松尾選手今4番手にいます、はい、やはり荒尾選手はこのマフラーのスタートに関してはちょっと良くないですね、ですね、うん、本来のスタートではないという感じ、うん、ここで内山選手が2番手に上がりました。佐藤真由選手5回目の SG 準決勝戦、頑張ってたんですかね、ペースつかむ前にもさばかれてしまった感じですかね。それにしてもあの今日は松尾選手の仕上がりがかなり良かった気がします。この辺りは松尾選手が外につけて、さあ松尾が内山の後ろ、2番手争いは26期同期の対決となってきたのか。荒尾は3位の出走タイムだから現在4番手、余裕はありますかね松尾選手、こちらからね勝ってますよね、どの辺が強めだったんでしょう。ですね、やはりあの同期の対決となりました、突っ込んでからの、まあ、伸びと流れ込みですね、はい、松尾選手の方がちょっといいかなって感じですね。内山選手も最近の中でだいぶ良くなってはきましたが、うん、はい、ちょっと抜かれてからね、反応しましたからね、はい、まあ、ただあの内山選手に関しましては、まあ、前回の伊勢崎から良くなってますから、そちら普通のマフラーですよね、はい、そう考えると、うん、今節もちょっとこう今後に向けては楽しみはできましたかね。3番手6番の内山でありますが、ちょっと内山のベースが、そして荒尾選手は道中も最後はね3番手迫ってはきましたけど、思想はね3位で良かったんですがね、ちょっとレースの動きは3位って感じでもなかったですね。はい、500勝目が優勝ということになりそうです。2番手松尾は中村選手がもう本当にね、圧勝という内容の準決勝戦でした。はい、ということで12レース振り返りました。では勝ち上がりをここで確認しましょう。このようになりました、はい、9レースからは鈴木選手、高橋光嗣選手、10レースから青山選手、高橋芳弘選手、11レース永井選手、早川選手、そして12レース中村選手と松尾選手です。やはり板橋さん、勝っている4選手がかなり出来栄え良さそうな気がします。いいですね、はいはい、その中でコーツつけられますか現時点では。そうですね、コーツつけるとすると永井選手、中村選手のエンジンがいいかなと、圭一郎選手も悪くないですよね。圭一郎選手ですね、はい、あとはどうかなという感じ、そうですね、スタート次第ですかね、枠番やスタート次第でしょうか、はい、枠番決まるところまではちょっとね時間の都合でお伝えできませんけれども、公式のものをしっかりと確認していただきたいと思います。さあこの後はニコ生が10時からありまして、はい、あきちゃんとねハンナちゃんの、あります、そちらもご覧いただきたいと思います。全日本選抜オートレースはいよいよ明日の夜頂上決戦ということになります。もうメンバー非常に豪華になりましたからね、お期待ください。今日も解説は板橋徹さんにお願いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。